はい、東所沢、どうもこんにちは、171718です。私はね、今こちら、東所沢駅に着いたところですね。今私が乗ってきたのが、これは武蔵野線の、まあ、東所沢行きというか、まあ、東所沢止まりのやつですね。ご乗車ありがとうございました。終点東所沢に到着です。到着の電車シャッターに入る会場電車です。引き続きご乗車いただけませんのでご注意ください。はい、ということでね、まあ、西武線ユーザーとかにとってはがっかりする行き先、東所沢ということですけども、今日の私はね、この東所沢が目的地ということで、まあ、ちょうどいいあの列車という感じですかね。では、とりあえず駅を出ましょうか。はい、なんか東所沢ステーションということで、これ駅前ちょっと新しくしてるのの工事なんですかね。JR 東所沢駅なんかあまり見ないあのフォントという感じがしますね。で、ここはまあ下が、この武蔵野線が通ってまして、で私が向かうのはね、その次の信号右側ですかね、キャロム所沢店、一応ここはまあ所沢市なんでしょうね、駅名からしてね。多分東京都も結構近いところだと思いますけど、そうですね、この清瀬市がねこう飛び出しているところ、に近い、まあ、東所沢駅、所沢駅からだと3キロぐらいなんですよね。直接は行けないのでね、その辺もよく分かってないんですけども、まあ、適当に向かいましょう。はい、東所沢駅からね、一本南側の道を、西に向かって歩いてますね。微妙にあの武蔵野線とは並行してないというか、まあ、多分もうすぐ渡ると思うんですけどもね、ちょっと分からない。ここはまあ、なんか割と綺麗に整備された並木道という感じですかね。多分まあ、武蔵野線が完成、開業してから、開発された地だと思うんですけども、でももう40年以上経ってますからね、まあ、この木もすごい立派に育ってるという感じですかね。あとはなんか昔でもないですね今年になってから、私が企画で行ったのはどこでしたっけ、東浦和かな。あそこもまあ似たような、まあ、その武蔵野線のね開業後にできた街という感じだと思いますけども、なんかどことなくちょっと似たような感じもしますかね。今ここ武蔵野線の上を通ってますね。ここは武蔵野線の線路がまあ掘り割りになっているということで、なんかこの見えないですね、線路がね、このなんか覆ってる部分が大きいという感じで、でちょっと今、まあ、この動画で見えてるか微妙ですけども、左前方には富士山もねちらっと見えてますね。今日は10月26日なんですけども、なんか、すごい空気が澄んでいてね、なんかこの秋というか、まあ、夏以降初めてなんか、こう遠くの山が見えるなという感じがありますかね。はい、駅から11分ぐらい行きましたね。これが、キャロムですね。キャロム所沢店。いや、ここに来たかったんですよね。まあ、キャロムというゲーセン、まあ、関東に4店舗あるんですけども、私この前青梅店にね、まあ、初めて行きまして、まあ、思った以上のね、まあ、特にドラゴン系のスロットも充実とかがありまして、でもこれは残りの3店舗ももうぜひ行きたいなと思いまして、でまあ今日ね、まあ、うちからは結構遠いんですけども、ここ、所沢、来てみました。はい、ということで、まあまあ適当にね、行っていきましょう。はい、こちらキャローム出てきましたけどもね、すごかったですね。いや、まあもともと期待していったんですけども、まあ期待以上のものがありまして、それが3キューブの、まあ、3と4ですね。ナムコが、まあ、2000年前後にリリースした、まあ一応あれ子供向けに入るのかな、メダルゲームなんですけども、西の方ではね、まあ、結構生き残ってるみたいなんですけども、関東ではほとんど見ることがなくて、それは、まあ、3と4はね、私は初めてプレイしました。はい、ちょっとここバスに乗りたいんですけども、バスが時間を全然調べてこなかったちょうど合わねえな、まあ、でも8分待ちなんで、まあそうでもないですね。はい、で何が言いたかったんだっけ、あのそれがプレイできた、でしかもあの、4にある、なんかスゴロクで進むね、ギャルゲーみたいな、あれを、まあ、軽い気持ちで始めたんですけど、なんとね、20分ぐらいであっさりクリアしてしまいまして、今ちょっとね、音響が悪いところなんで、まあ、あんまりこう、動画映えはしないかもしれないんですけどもね、クリアした場面を、私多分動画でも見たことないんでね、それが、まあ、撮れてよかったなというのと、あともう一つ、これも全く私の知らない、なんか、トランプのエレベーターというね、
あのゲームができる、まあ、そのあれありまして、それもね、まあ、なかなかの大当たりを出せたので、まあ、5枚掛けで660枚というね、あのトレ高もバッチリで、しかも、今新規登録バンクキャンペーンでその本来1000円で300枚ですか、そこをなんと1000円1000枚というね、あの破格の値段で借りることができまして、で結局、まあ、あのほとんど変わらず1000枚ぐらい集めてきました、はい。あのまあね、あのファンキューブシリーズとかもまだ遊び足りないのでね、まあ、ぜひ僕はまた来て、まあ、動画も撮りたいなと思います。一応2ヶ月だそうですね、あのバンクの期限がね、はい。で、まあ、とりあえずここは OK で、今、時刻は12時40分ですね。今日はこれから、まあ、ここが終わりではなく、バスでね、こちら所沢駅ですね、所沢駅に向かいまして、所沢駅からさらにそのまま、これは乗ってないですけども、この辺ですね、池袋線のなんだっけ、武蔵藤沢駅ですね、入間市藤沢、そこから瀬が入間に行きまして、でさらに、そこから狭山市駅まで5、6キロぐらいはあるんですけども、まあ、歩きながら、途中4店舗ぐらい巡る。ここは一応まああのね、東所沢駅からとこ11分とかなので、まあ若干うちからは遠いですけどもね、まああの富士見のバイオンに行くのとまあそんなに変わらないぐらいの時間で来れるところなので、まあここでね、あのうまく当たったのは OK、 あの久しぶりにこうなんかあの都合のいい当たりが出たなという印象でしたね。まあそのハイベッドではないんで枚数は大したことないですけどもね、はい。いやなんかしかし本当アドワーズだけが異様に負けてるんだよな。そうアドワーズ以外はまあね、惨敗も多いですけども、今回のように当たったりすることも普通にあるんで、まあね、あのそのトータルでちょっと負けという、まあその確率通りのね結果になってるんですけども、アドワーズだけ全然勝てないんだよね。はい。いやそして今日はこれなんか湿度が低いですね、爽やかな秋の陽気という感じで、行楽日和ですね。はい。ゲーセンの中で時間使っちゃうのもちょっともったいないぐらいのいい晴れですね今日は。はい、行きました。所沢駅東口行きですね。はい、ちょうど10分ぐらいで着きましたね、所沢駅東口、こっちはどっちかというと裏側なのかな、まあ、商業施設とかが集まっているのは反対の西口ですかね。それではここから西武池袋線に乗りたいと思います。はい、ホームに来ました。次に来るのは確定の飯能駅で、その次が F ライナー飯能駅、私が行く武蔵藤沢は4つ目ですね、快速急行 F ライナーは止まらないので、まあ、普通に、これで行くという感じですね。はい。当て差しで抜かれるんですかね、これはね。まあ、適当に乗っていきましょう。はい、こちらね、今武蔵藤沢駅を出てきました。こっちは東口ですが、どちらかというと裏側かな、ここも。私はね、これから、瀬川を目指すわけですけども、基本的にはこっちなんですけどもね、なんか商業施設かなんかがあるのかな。ちょっと抜け方がわからないという感じで、なんか向こう側に出たいんですけどね、そのなんか、池、微妙だな。地図見ましょうか。
はい、今こちらの車が出てきました。シングルメダルはね、ドラゴンのワイルドサバンナが一つと、あとはコナミ系だけでしたね。失礼。プッシャー系とかはね、結構まあ充実してたんですけども、まあプレイせずに出てきてしまいました。この正面のね、これは何ですか、中古車屋。いいですね、この看板がね。で、次に向かうのは、東湯というところですかね。ここからはまあ結構歩くみたいですけども、まあ普通に行きましょう。うわ、こんなところでもこれ鬼滅コラボやってんの。今のセガの前の道をちょっと戻りかけて、ここ右ですね。なんかこの先地図上ではなんか田舎道というかね、両側畑みたいな感じに見えましたけども、まあ適当に行きましょう。ちなみに次に行く東湯は狭山市ですかね。ここはまあ入間市なんですけども、まあ入間と狭山はね、普通に隣同士ということで、そうですね、この西武池袋線から西武新宿線がね、これから向かうという感じになります。はい、まださっきのセガを出てから3分ぐらいしか経ってないんですけども、ここ狭山市なんですね。セガ入間だったはずですけどもね。まあ思いのほか狭山市が近かったと。はい、地図上では畑と言いましたけどね、これ茶畑ですね。すごいな、なんかもうちょいこうなんだろうな、こう丘にあっているようなところにね、あの茶畑ってあるようなイメージが個人的にあったんですけど、こんななんか街中に近いところに普通にあるんですね。さすがですね、この狭山市、狭山茶の産地。はい、ズームしてないんでね、全然見えないかもしれないですけども、なんか飛んできましたね。ここはあれ、入間基地、入間基地って、米軍関連でしたかね。違う、自衛隊。全然分かってね。あれ、入間基地でいいんだよね。横田基地とかじゃないよね。分かんねえ。はい、先ほどのセガからちょうど20分ぐらい歩いてきましたね。踏切に出ました。ここが、西武、新宿線のね、川越方面に行くやつの踏切ですね。なんか後ろからずっと日を受けているんですけど、ちょっと暑い。お、来てしまった。これは待ちましょうか。待って撮りましょう。その辺にあるのが入曽駅ですかね。はい、で私が向かうゲーセンはここまっすぐ行って、次の信号左ですかね。はい、セガからも29分経ちましたね。さっきの道から左に曲がってまっすぐ歩いてるところで、今が入曽駅入り口ですね。目指すゲーセンはもうちょい先みたいです。で、ここはね、まあメダルゲームは多分ないと思うんですけども、まあ古いね、アーケードゲームとかはそれなりにあるらしいので、まあちょっと寄ってみます。まあほとんどプレイはしないんじゃないかと思いますけどもね。はい。はい、こちら東湯に出てきました。まあ事前の情報通りね、まあメダルゲームはなくて、まあやや古めのアーケードゲームがね、まあそれなりに、あるという感じで、まあただすごいレア機種みたいなのはないんですかね。このなんかなんちゃらダイヤルみたいなのはなんかほとんど見ない気がしますけども、まあそのぐらいかな。で、一応電車で本がねちょっとあったんで、まあ、100円だけ入れてプレイしてきたんですけど、まあ、それだけで、もうさっさと出てきちゃいましたね。で今時刻が午後3時10分ですね。小学校の下校時刻ですかね。なんかもうだいぶ日が傾いちゃったような感じもしますけどもね。さすがに10月下旬ということで、もう、だいぶ日が短い。そしてあれ、こっちでよかったんだっけ。次はね、キャッツアイ狭山というゲーセンに向かうんですけどもね。はい、東湯から6分ほど歩いてきました。思った以上にね、この茶畑が多いですね、狭山市はね。で、ここの北入曽ですか、この交差点を斜め右方向ですね。はい、東湯から11分ぐらい来ましたね。なんかかなり田舎っぽい感じの道になってしまいましたけども、ここを右なのかな、本当かな、まあ、地図ではここを右っぽいんですけどもね。ちょっとまだわからないな。はい、さっきの東湯から14分ぐらい、この狭い道をね、進んできて、多分この、正面左の建物だと思います。はい、キャッツアイ狭山ですね。
キャッツアイというとね、札幌を中心にこう、店舗も持つ、チェーン店、私は全く行ったことがないんですけども、なんか少なくともね、数年前の時点では、シグマの結構珍しい、メカスロとかが残っているということで、まあ、多少知られているね、お店はここではなくて、札幌の店舗ですね、みたいなんですけどもね、ただこの狭山店の情報は、私が軽く調べた限りでは全くないので、まあ、多分そんなにレアなね、のがいっぱい残ってるってことはないとは思うんですけどもね、まあわからないのでね、まあとりあえず行ってみましょう。はい、今こちらキャッツアイ出てきました。なかなかいいですね、このなんか店構えがねこのなんかカラフルな感じも、ちょっとなんかね今時の、流行りからなんかずれてるようなところがなんかいいというかね。はい、でまあメダルゲームもねそれなりにあって、まあ、ゲーセン自体はかなり広くてね、お客さんもそこそこいたんですけども、残念ながらシングルメダルはまあ10台ぐらいで思ったほどではなかったですね。一応若干レアなのが、アルゼのバーガーインパリスと、バーガーじゃねえな、バグラーですかね。あとは、サミーのね、ポーカーのトリプルドロー、ジョーカーズダブルですかね。まあ、その辺が若干珍しいと思いますけども、まあね、結局なんか100円だけ使って出てきちゃいましたね。はい。まあなんかあればよかったんですけどもね、まあ仕方がない。で、あれこの道で合ってんのかな、なんかまっすぐ行くと着くみたいなね、次のゲーセンはそんな感じなんですけど、ちょっと道がないですねこれはね。あれさっき道がないと言いましたけどもね、ちょっと分かりづらいだけでしたね。ここにちゃんとありました。これを1キロぐらい行ったところのね、丸越ですかね、スーパーの、その一角にどうやらあるらしいですね。はい、まあ先ほどからずっとね、住宅地の中を歩いてきて、さっきのゲーセン何分に出たか忘れましたけど、まあ、10分ちょっとぐらいですかね。さっきまではずっとね、まあ、戸建てが並ぶ、まあ、団地という感じだったんですけども、まあ、ちょっとそれを抜けてきたかなというところですかね。そこの、ちょっと今建物の影ですけど、このすぐ右側にね、丸いつがあると思います。まあ、この辺は、まあ、狭山市、そっちはアパートが並んでるんですね。まあ、普通に東京に通勤するためのね、ベッドタウンという感じですかね。狭山市は人口は15万ぐらいでしたかね。全然違ったりして。まあなんか東京からは若干距離はありますけどもね。まあなんか落ち着いたベッドタウンというそんな印象もあるところですかね。はい。私はちなみに今1回は来たことがあるんですけどもね。1回だけかな。この辺は全然来たことがないですね。あれここじゃないか。もう一つ先の信号右ですかね。はい、今こちらの丸越出てきました。ワクワクランドですかね。まあ、一応ゲームコーナーはあったんですけども、ここは渡るべきかな。まあ、全部で10台ぐらいのね、まあ、かなり小さい店舗で、プライズ系がほとんどか、あとモグラ叩き的なやつがあるだけでね、まあ、結局プレイせずに出てきました。はい。で、ちなみにここは入間川店となっているんですけどもね、丸越のね。確か狭山市って合併がでも1950年代ですかね。なんか入間川町とかあったのがこの辺なのかな。適当なこと言ってますね。私が次に向かうのはイオン狭山店ですかね。そちらにモーリーファンタジーがあるということで、Google 先生よ、この道かな、これかもう一つ先を左だと思うんですけどもね、まあそれに従って向かいましょう。はい、先ほどの狭い道から来てこの突き当たりを右ですね。まあ適当にね、30分ぐらいかかるみたいなので、結構距離ありますね、ここはね。はい、で、この辺もまあ、戸建てが中心ですけども、まあ先ほどのね、キャッツアイからの道に比べると、若干、新しい感じもあるかな。90年代ぐらいに分譲されたんですかね。はい、丸越から9分ぐらい歩きましたがね、分譲地ここまでという感じで、ここからはこれはなんか普通の畑ですかね。で、左側に見えているあのマンションとかが、狭山市駅のあたりかな。まあちょっとわかんないですけどもね。はい。うおいいですね。このゲーセン巡りは、結構こういう狭いところを歩かされたりもしますけどもね。あ、やっぱそっちがその狭山のね、中心市街地ということで間違いないでしょう。若干まあ起伏がある地形、そうでもない。確かこの辺って国道16号線がね、まあ比較的入間川に近いところを通っていたと思うんですけども、そこからだとね、確か入間市駅、狭山市駅、いずれもこうちょっとね、丘を登ったようなところに駅と、まあそのね、周辺の市街地が広がるという感じだったと思います。ここはだから若干まあ高いんですかね。
さらに登らされるけども、私が目指す、イオンは確か16号沿いなのでね、まあ、どっかへ下り坂があるでしょう、きっと。はい、お、なかなかいいですな、この秋の空がね。今時刻はまあ4時過ぎなんですけども、このね、なんか思ったよりもこう若干進行が早いおかげで、こう明るい時間にね、こう景色を見れるという、いいですね。はい、こちらなんかちょっと交通量の多い田舎道という感じですかね。まあ、なんか直線的にはこっちなんですけども、この先ね、あの西部の線路を越えるところがあって、まあ、真っ直ぐだといけないのかな、だからまあ左に曲がれと、ね、いう指示ですね。はい、ここは中央中学校と見えるな、ここが中央なのか。はい、今適当に行きましょう。この正面方向はもうすぐ街中という感じですね。で、右側さっきちらっとイオンが見えたんですけども、まあ、私が向かうのはそっちですね。ここ右だそうです。お、西武が通ってますけども、これはだからそうですね、踏切じゃなくて西武が高くて、まあ、これから道が下るので、その、ね、ガードがあるところがまあ少ないということでしょうね。はい、丸市から17分ぐらい歩いてきましたね。で、ここが西武新宿線の、まあ線路ということで、でここは、この、ね、地名がね、祇園というらしいですね。京都にあやかって作られたのか元からある地名なのかちょっとわかんないですけどもね。はい、ということで、まあ、この、西武線を越えてまだちょっと歩くみたいですね。はい、丸市から21分ぐらい行きましたかね。なんか道がだいぶくねくねしているのでね、あの地図をガン見しながら慎重に来たんですけども、なんかこの次ぐらいを左に行くと、あとはまっすぐで行けるとか、あ間違えてるな、まあいいや。ちょっと待って、なんか今地図上の現在地がフラフラしていてあれなんですけども、こっちか逆か、なんか一つ手前を間違えたみたいですね、どうもね。こうなんかまた飛行機が、そこの美容室が乗ってすごい、やっぱりなんかあのコミ、なんていうんですかね、表現が出てこないけども、入り組みすぎてるんですかね、この辺がね。なのでちょっとわからないんですけども、これがそのハイツ狭山か、だからその道ですね多分、それを右でしょう。なんか一つ手前で曲がるべきところを曲がらなかったんで、本来なんかその辺に出てくるはずがね、まあ、一本奥に出てきてしまったみたいなんですけども、おそらくこの道を行けばいいようかな。あ、なんか、お、完全にこれですね。ちょっとここ見通しが悪くてあれですけども、ここは。まあ、行きましょう。はい、なんかこの道かなり、急に下ってきましたが、来ましたね。まだ来てないか。正面なんか思ったよりでかいですね、イオンがね。なんか狭山市を調べたところ、イオンがもう一店舗ね、まあ、左側の駅に近い方にもあったみたいなんですけども、そちらでなんか完全に取り壊してこちらに、一本化したということで、まあ、その分大きいの。こっちの方が多分後にできたんでしょうね。はい。で、そうですね。まあ、この辺は茶畑ではなく、まあ、普通の畑という感じ。まあ、入間川が多分なんかそのイオンの奥ぐらいに流れてると思うんですけどもね、その川沿いの、低地に出たという感じですかね。はい、その車が行き交っているのが、まあ、多分16号でしょう。全然違うかもしれないなんか16号のような気がするんですけどね、あの川越から狭山入間で、八王子方面に抜けるというのは。だけど、まあ、この道がそうかどうかちょっとわからないですね。はい。あとは山がね、今日はやっぱりよく見えてますね。その、なんか正面ぐらい右にちょっとなんか不自然にこう、斜めに切り立ったところがあるんですけど、あれが秩父の武甲山ですかね。はい。なんか馬がいますね。まあ、それだけなんですけど。あ、思ったより多いな。乗馬クラブとかそんなんなんですかね。はい。で、今、丸越から28分ぐらい歩いてきてますね。やっぱ結構かかりますね、ここはね。はい、まあ、ジャスト30分ぐらいですね。着きましたね、イオン。やっぱりここは国道16号であったりみたいですね。そこにあの正面にね、キロポストがありますけども、横浜から68キロと見えますね。はい。
ということで、まあ、適当に行きましょう。モーリーファンタジーのデカデカと書いてありますけどはい、関越道川越6キロ今こちら、イオンモーリーファンタジー出てきましたけども、まあ、いつものね、まあ、普通のモーリーファンタジーという感じで、まあ、シングルメダル機はなし、まあ、あの今時のね、2人でプレイするような、なんか画面の綺麗な、ね、キッズメダルとかそういう、のが多いという、まあ、構成でしたね。はい、まあ、プライズ系とかはまあ普通のモーリーファンタジーよりは多い感じだったかな、まあ、ちょっとわからないですけどもね。で結局プレイせずに出てきてしまいました。はい、で、次に私が向かうのは狭山市駅ですね。なんか若干狭山市駅より川越寄りに来てるんで、まあ、次の駅もそんな遠くないかもしれないですけども、とりあえず狭山市駅に向かいたいと思います。ここから 1.5 キロぐらいみたいですね。はい、でこちらがその国道16号で、次のはもうそれですかね、この先300メートル、そこ左狭山市駅になってるんで、まあ従いましょうか。めちゃくちゃ怪しいお店がありますね。アダルトショップ、アダルト専門店マニアの開放区、男と女の穴場、品揃え満足店、1000% ですか。いやー、残念ながらやってないですね。いつからこんな感じなんだ。こちら左側はその入間川を渡る橋ですかね。で私はこちら、まあ、正面になんかマンションとかもありますけども、多分あの辺が駅だと思います。まあ、まだ1キロぐらいはあるみたいですね。はい、着きましたね、狭山市駅ね。まあ、イオンから15分ぐらいですね。いやー、なんかだいぶ歩いたな武蔵藤沢駅からね、さっきのイオンまで6キロぐらいだと思ってたんですけどもね、もうちょい歩きましたね、これは。合計2時間ぐらいはもう歩いてんじゃないですかね。いやいやいや。で、ここからはね、西武新宿線に乗りまして、終点、本川越に向かいますね。